こんにちは、累計講演回数1000本超えビジネス心理学講師の坂井俊夫です。この動画チャンネルでは小さな会社やお店の売り上げアップ、そして企業独立に役立つ情報を発信しています。今日のテーマは、朝礼会議プレゼンで使える話し方プレップ法というお話です。今日の動画を最後まで見ていただくと、昨日の動画で紹介した EP 法に続いて、会社での朝礼時のスピーチや会議、プレゼンでの話し方として活用できる簡単な話法が習得できるようになります。どうぞ最後までご覧になってください。 フレップ法とはポイント、リズム、エグザンプル、ポイントの頭文字を取ったものですつまり結論、理由、事例、結論の順番で話すということ EP 法よりも少し長い話をするときにこの順序で話を構成すると相手に伝わりやすくなります例文としては次のような話になります皆さん小さな行動を大切にしましょうなぜなら小さな行動が人生を大きく変えるからです10年前のこと私の町の商工会議所に有名な K 先生が講演に来ました 私は一番前に座って聴講していました。講演後、K 先生の周りにはファンが集まっていたので、私は K 先生と話をすることができませんでした。残念だなぁ、縁がないのかなと思ったのですが、帰り際に先生の机の上に名刺を一枚だけ置いてきました。翌日、K 先生から電話がかかってきました。そしてこう言われたのです。坂井君、君君のの名刺に書かか。れててていい。いたブログをを読んだよ。君の視点はとても面白い講演をやってみないかそこから私の講演家としての活動が始まりました。 たった一枚の名刺を置くという小さな行動がその後の人生を大きく変えたのです。皆さん、小さな行動を大切にしましょう。これは私の実話なのですが、小さな行動を大切にしましょうというのがポイント、つまり伝えたいことです。その理由は小さな行動が人生を大きく変えるからとなります。これがリーズンです。そして、K 先生の講演に参加して翌日電話をもらったという部分が、イグザンプル、事例になります。 そして最後にもう一度伝えたいことを繰り返しています。もう一つプレゼントしてのプレップ法の例を挙げましょう。今回の屋外看板のデザインですが私は A 案をお勧めします。その理由は商品の特徴の一つである鮮やかな朱色が入るように背景色に緑色を使っているからです。例えば信号機のライトは遠くからでも見えやすいように赤や黄色や緑の波長が長い色を使っていますが、 この A 案ではさらに商品の赤みを引き立たせるために背景にあえて補色である緑色を使っています。そのため屋外看板としては遠くからでも信号機のように視線を集めることができます。ですから今回は私は A 案をお勧めします。今の話も A 案をお勧めしますが結論、つまりポイントであり伝えたいことです。商品の朱色が入るように背景に補色の緑色を使ったというのが理由、リーズンになります。 信号機の話の部分がイグザンプルであり事例です。そして最後にもう一度ポイントである結論を繰り返しています。ではもう一例を紹介しましょう。これもプレップ法で話を構成したものです。皆さん、商売ではあれこれと手を出さずにコツコツ1位先進を心がけましょう。なぜなら1芸8年、商売10年と言われるように何をやるにしても事を成すには時間がかかるからです。皆さんは物理学者のアインシュタインをご存知ですよね。 アインシュタインは晩年学生時代の友人、ペッソの妹からこう言われました。兄は学生時代、あなたより数学はよくできたと聞いています。しかし、兄はあなたのような偉大な学者にはなれませんでした。どうしてなのでしょうかするとアインシュタインは答えました。あなたのお兄さんはとても才能豊かな方でした。そのためにあれこれと興味を抱き、多方面に手を出しすぎていました。その様子は蝶が花から花へと飛び回るのに似ていました。 一方、私はモグラが一直線に穴を掘り続けるように一つの学問に打ち込みました。蝶とモグラのような生き方の違いが二人の間にありました。能力の差ではありません。と答えたのだそうです。一芸8年、商売10年、何をやるにしても事をなすには時間がかかります。私たち商売人もあれこれ手を出さずにコツコツ一位先進を心がけましょう。以上このようにプレップ法はとても使いやすく実践的な和法になります。 あなたもぜひ、朝礼会議プレゼンの場では、ポイント、リーズン、エグザンプル、ポイントの順序で話の構成を組み立ててみましょう。また、こちらの動画では、朝礼会議プレゼンで使える話し方、EP 法ということについてお話をしています。こちらの動画も合わせてご覧いただくと、会社での朝礼時のスピーチや会議プレゼンでの話し方として活用できる、今日お話したプレップ法よりもさらに簡単な、EP 話法について紹介しています。どうぞご覧になってください。以上、今日は、朝礼会議プレゼンで使える話し方、プレップ法というお話でした。 この動画チャンネルでは小さな会社やお店の売上アップそして企業独立に役立つ情報を発信していますので動画右下の登録ボタンからぜひご登録くださいまた酒井敏夫の公式 LINE に登録をいただくと今なら特別講義動画これからの時代の小さな会社やお店のオンライン活用法など企業独立商売ビジネスにすぐに役立つ10本以上の動画とビジネス資料をプレゼントしています登録の案内はこの動画の下の説明欄に記載していますのでお読みいただきましてぜひ今すぐにご登録くださいそれではまた次の動画でお会いしましょう